相棒相棒、劇場版2、警視庁選挙。特命係の一番、長い夜、相棒を、劇場版2、警視庁選挙。特命係の一番、長い夜は、2010年12月23日に、全国東映系にて公開された日本映画。キャッチコピーは、あなたの正義を問う。テレビ朝日系の刑事ドラマシリーズ、相棒の劇場版、第2作。前作。 相棒、劇場版絶体絶命。42.195km、東京ビッグシティマラソン以来、約2年8ヶ月ぶりの劇場版で、監督は、泉誠二脚本は、清水康博と、田山ま史さし。杉下右京の相棒が、亀山薫から、神戸村になってから、初の劇場版となり、及川光弘は、本格的な劇場版の初参加となる。 なお、及川は、シーズン10をもって卒業したものの、その後の、相棒を、劇場版3巨大密室。特命係絶海のことや、相棒、劇場版フォーシュとクライシス人質は50万人。特命係最後の決断にも出演している。相棒が土曜ワイド劇場での放送開始から10周年を迎えたことを記念して制作され。 その放送10周年となる2010年6月3日に、シーズン9放送決定のアナウンスと同時に、本作の公開が発表された。本作は、警視庁が舞台となり、各部の部長、警視総監以下12人の幹部たちが人質となる、人質老城事件からストーリーを展開。ラストは、相棒シリーズの根幹を揺るがす衝撃の結末が描かれる。本作における、 時系列は、相棒劇場版愛での出来事から約2年後の世界であり、シーズン8とシーズン9の間の2010年7月の出来事として位置づけられており、公開前日の2010年12月22日に放送されたシーズン9第9話、予兆では本作とリンクした前日談が描かれ、本作の事件直前の状況にも触れられている。また、 シーズン9第16話以降のレギュラー放送では本作の事件について直接触れられるようになり特にシーズン9最終話では本作の結末がストーリーに大きく影響している入場者プレゼントとして週ごとに変わる3種類のグリーティングカードをプレゼント2010年11月に本作を原案とした小説が小学館文庫より出版されている 丸の内東映一田全国327スクリーンで公開され、2010年12月23日初日のみで、公衆2億638万6900円、動員16万8173人を記録し、25、26日の土日2日間で、公酬2.7億円、動員は20万人になり、映画観客動員ランキングで、初登場第1位となった。 初週5日間の累計講習も7億円を突破している。ピア初日満足度ランキングでは第4位になっている。さらに2011年1月1日、2日には累積成績が講習12億3600円、動員103万7000人を記録し、1月10日までには動員174万7007人、講習20億7、399万6、 500円を突破し3週連続動員ランキング第1位となった。公開第4週で、累計講習は23億7、335万6、450円と200万人を突破し、1月18日には、観客動員200万人突破記念舞台挨拶が行われた。2012年5月6日に、日曜洋画劇場枠で、地上波発放送。 19.1%の視聴率を記録した。そして2013年3月31日は、相棒シリーズ X で公開記念として、同枠で再び放送されたが、日曜洋画劇場は、同日をもって、前身の土曜洋画劇場から46年半の幕を下ろし、今後は自番組、日曜エンタの一企画扱いに降格するため、本作が、 日曜洋画劇場レギュラー放送としては最後の作品となる。ある事件を解決に導いた杉下右京と神戸村。退勤の直前、三琴が首席観察官の大河内春樹から剣道の稽古に付き合うよう命じられる。右京は稽古が終わるまで部屋で待つことになった。この日、警視庁内は戦術の事件解決の台帳祝いが開かれていた。稽古へ、 大河地と別れた美琴は、エレベーター付近で言い争いをする男女に出くわす。男の手に持った銃を見た美琴はとっさに女を、エレベーターに引き込み、ドアを閉めた。女に刑事部に連絡を取るよう言った直後、町内に火災報知機が鳴り響き。ほどなくして、警視庁庁舎内で、警視総監以下幹部12人を人質とした、牢状事件が発生。犯人は、 ミコトと接触した、あの男。犯人は、一切の要求を言わぬまま、膠着状態が続く。右京と、ミコトたちの活躍で、牢状犯の正体が、元警視庁の刑事、八重菓哲也であることが判明するが、牢状した、会議室に銃声が響いたことから特殊犯と、機動隊が、強行突入。八重菓が射殺されるという形で終結。 人質の幹部たちは事件に関して一様に口を閉ざし、警視庁幹部は八重樫射殺を正当防衛で処理しようとする。だが、不明のままの八重樫の動機に疑問を抱いた右京と、美琴は独自に救命に動き出す。そして、八重樫と接触し、美琴が助けた女性、朝比奈恵子の元にたどり着いたことから、一連の事件が7年。 前に捜査員が死亡した事件、そして警視庁公安部の背後にいる黒幕、影の管理官が絡んでいることが明らかになる。だが、真実を明らかにしようとする京都、御子は、真実を闇に葬ろうとする警視庁上層部、警察庁上層部と対峙する。そして真実が明らかになった時、事態は思わぬ結末を迎えてしまう。 警視庁老状事件の関係者人質となった警察関係者その他2011年8月3日発売発売元はテレビ朝日販売元はジェネオンユニバーサルエンターテイメントジャパン本作で相棒シリーズ初となるブルーレイ版が発売された DVD およびブルーレイディスクの発売を記念してテレビ CM に海外テレビドラマ 刑事コロンボの主人公であるコロンボ刑事が登場している。これはコロンボの日本国内における半券元が同じジェネオンユニバーサルであったことから実現したもの。なお、ピーター・フォークの声は石田太郎が吹き替えている。DVD 通常版が発売初週で約2万1000枚を売り上げ、オリコン週間 DVD 総合ランキングで総合首位となった。 ありがとうございます。